毛利リ松丸は戦国時代の人物、秋国の国に毛利氏当主、毛利リ教元の嫡男。毛利リ教元の嫡男として生まれるが、永昇13年2歳の時に父が病死したために家督を継ぐ。このため、貢献役として、おじ、毛利元成と、外祖父、高橋久光がその任に当たった。当初は、久光の発言力が強かったが、 久光が戦死した後は元成が実権を握った。大英三年、天腰による大内氏の幼少、秋国境山城攻略戦に参加したが、帰国後に病死した。敵将の首実権を嫌がる、雪松丸を、家臣たちが無理やり立ち合わせ、生首を見て、衝撃を受けたためとも言う。去年9、家臣団に押された叔父の元成がイボ邸の、あいい元綱をしけて、 毛利氏投手となる。雪松丸の母方の外籍高橋氏と毛利氏は、必ずしも友好的な関係であったわけではなく、その死後後を継いだ、教皇も元なりの調略によって、そのおじ、高橋もリ密に謀反を起こされ、一族滅亡に追い込まれている。また、雪松丸の外祖父である高橋久光の死には、不審な点が多く被差し、 光を戦死させた三好氏と毛利氏は後に隕石関係となっている。なお、岩見銀山の首相で、後に毛利も隣にやから滅ぼさせられた本城上皇は、高橋久光、高橋森光の弟にあたる。ありがとうございます。